こんにちは、富士広報室の若月です。6月に入り、いつも以上に気象情報が気になる時期になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時期、外を歩いているとアジサイの花が少しずつ色づき始めている様子が見られます。アジサイは移り気や冷淡といったマイナスイメージの花言葉をよく耳にしますが、小さな花びらが寄り集まって長く降り続く雨の中を耐え忍んで咲く姿から、団結や辛抱強い愛情などといった花言葉もあるそうです。私たちも雨の中きれいに咲くアジサイのように、これからの梅雨の時期を元気に過ごしたいですね。それでは富士市からのお知らせです。熱中症に注意しましょう。気温が上がるこれからの時期は熱中症の発生が多くなります。熱中症は重症になると命に関わる危険性もあります。暑さを避け、十分な水分補給をし、適切な予防に努めましょう。予防のために次のことを心がけましょう。通気性の良い衣服を着用し、帽子や日傘を活用しましょう。室内では扇風機やエアコンを上手に使いましょう。気づかないうちに脱水症状が進んでいる場合があります。喉が渇いていなくても、こまめに水分を補給しましょう。一人一人が周囲に気を配り、声を掛け合うことで熱中症の発生を防ぐことができます。特に高齢者や子どもは周囲が協力して見守りましょう。熱中症と疑われる人を見かけたら、次のことを行ってください。涼しい場所へ移動させ、衣服を緩め安静に寝かせましょう。うちわで風を当てる、冷たいタオルは当てるなどして体を冷やしましょう。特に首の周り、脇の下、足の付け根などを冷やしましょう。スポーツドリンクなどで水分と塩分を補給しましょう。なお、自力で水を飲めない、意識がない場合は直ちに救急車を呼びましょう。お問い合わせは保健医療課、電話 55-2739、 ファクス番号 53-5586、 ご覧の E メールアドレスへお願いします。輝く富士の子推進事業、輝く富士の子見つけたを実施しています。市内の子どもたちの爽やかで親切で感動するような場面を見つけたらお知らせください。市民の皆さんに紹介します。情報提供の方法は、児童・生徒の所属する学校名がわかる場合は各小中学校へお知らせください。各地区まちづくりセンターに置いてある推薦書に必要事項を記入し、直接各地区まちづくりセンターまたは児童生徒が通う各小中学校へ提出してください。児童生徒の所属する学校名が特定できない場合は学校教育課へお願いします。広報活動は情報の内容に応じて市ウェブサイト内学校教育のお知らせページへの掲載、広報富士、新聞、ラジオ F など報道機関に情報提供をします。お問い合わせは学校教育課、電話 55-2869、 ファクス番号 53-2862 へお願いします。富士山世界遺産登録記念事業、オール市民輝け富士山を開催します。日時は6月21日日曜日の10時から15時まで、市役所2階市民ホール、
市役所屋上富士山テラスミエルラで行います。内容は富士山オブジェ展示、ワークショップ、ミニトレイン運行、雑貨食品などの展示販売、富士山パネル展示、市民団体によるミニコンサートなどです。お問い合わせはオール富士山事務局、電話 38-0088 へお願いします。富士マリンプールがオープンします。期間は6月27日から9月6日まで、会場時間は9時から17時までです。なお7月2日、9日、16日、9月3日の各木曜日は休場します。また悪天候の場合、休場になる場合があります。ストレートスライダーはスライダーの階段と支柱の劣化のため利用を中止します。ボディースライダー、チューブスライダーは昨年撤去したため、今年は全てのスライダーの利用ができませんので、ご了承ください。お問い合わせは富士マリンプール、電話 33-3400 へお願いします。富士本町軽トラ市を開催します。日時は6月21日日曜日の9時30分から13時まで、富士本町商店街で行います。当日は約450メートルを歩行者天国にします。内容は軽自動車による地元の新鮮な野菜や果物、食品、雑貨などの販売、チアダンス、音楽ライブ、太鼓演奏で、富士本町のご当地キャラロペティも参加します。なお当日は9時から14時まで交通規制を行います。ご協力をお願いします。お問い合わせは商業労政課、電話 55-2907 へお願いします。個人参加・公共施設見学参加者を募集します。日時は7月3日金曜日の9時20分から14時20分まで。コースは市役所から浮島ヶ原自然公園、西部浄化センター、市役所、富士芸術村、市役所の順です。対象は市内在住在勤の人で、定員は20人。ただし、応募者多数の場合は初めての人を優先し抽選になります。参加費は無料です。お申し込みは6月21日日曜日の18時までに、電話またはファクスに参加する人の住所、振り仮名を振った氏名、年齢、電話番号、今までの参加の有無、7月3日見学希望を記入し、教えてコール富士公共施設見学係、電話 53-1111、 ファクス番号 51-0623 までお願いします。なお1回につき2人まで申し込みできます。お問い合わせは広報広聴課、電話 55-2736 へお願いします。小中学生 DJ ラジオ番組を作ろう夏を開催します。日時は7月31日金曜日の10時から11時から13時から14時から15時からで、各1時間程度市民活動センターで行います。対象は市内在住の小学4年生から中学3年生までです。内容はインタビュー番組を制作しラジオ F で放送します。なお放送時間は8月9日から9月6日までの各日曜日、8時30分から8時45分までです。募集人員は15人。ただし応募者多数の場合抽選になります。お申し込みは6月29日から7月3日までに、
直接または電話でラジオ F 吉原 2-10-20 ラクロス吉原2階電話 55-1123 までお願いします。お問い合わせは広報広聴課電話 55-2700 へお願いします。富士市コールセンター教えてコール富士をご利用ください。印鑑証明や住民票を取るために市役所へ持っていくものは、今週末市が主催するイベント情報を教えてなど、あなたのちょっとしたお問い合わせに専門のオペレーターがお答えします。受付時間は8時30分から18時まで、年末年始を除き土曜日、日曜日、祝休日も受け付けています。市役所のことでどこに電話をかけていいか担当がわからない、そんな時はぜひ富士市コールセンター教えてコール富士電話 53-1111 をご利用ください。今回の富士広報室は富士市からのお知らせをお送りしました。さて、今回のエンディングは5月23日、24日の2日間にわたって行われた富士の麓の大博覧会2015の様子をお送りします。会場となった富士山メッセには150以上のブースが設けられ、厳選された富士の麓の逸品が勢ぞろいしました。またステージでは富士の麓のご当地キャラ大集合などのイベントも開催され、来場者は富士山の麓の魅力を実際に見て食べて実感していました。その模様をご覧ください。それでは富士広報室はこの辺で。Thank you.